はいどうも、パープンテー、Jリーグサッカーチャンネルのトッツンです。ということで、今回はコント移籍、去就気になるボランチたちと、いうことで、まあ、割と今年のオフ、ね、騒がせそうな、ボランチたち、いや、本当多くの選手が今年も活躍を、見せておりますんで、あの選手もしかしたらね、うちに来てくんねえかな、みたいなことを思ってるサポーター、もしくは、行かないでくれって思ってるサポーターの方々、たくさんいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、個人的に注目の選手を10人ぐらいか、挙げておりますんで、よろしくお願いいたしますと、いうことで、まずこちら、1人目、伊藤敦樹と、いうことで、浦レッズ日本代表、伊藤敦樹ですね。まあ、この選手もいつか海外行くんじゃなかろうかと言われておりますし、まあね、トルコ戦での活躍もあったんで、まあ、いつ海外に行ってもおかしくないし、まあ、僕もね、浦レッズサポーターではあるんですけども、まあ、いつ彼がね、海外に行っても驚きはないですし、まあ、残ってほしいけども、しかし、まあ、本当ね、多くのことを、浦レッズにもたらしてくれてる存在であるの、これ、間違いないんで、本当小さい頃はね、ゴールラニタ選手ですかね、この選手はね。小さい頃はゴールラニタ選手には、なってきますんでね、そういう選手がこう世界に羽ばたくっていうのもちょっと一つね、まあそれもドラマ性があっていいのかなという感じがしますけども、まあ今年は28試合、26先発、2ゴール、5アシスト、意外とアシスト決めてますもんね、5アシスト、決めて伊藤敦樹にはなってきますんで、まあこの選手の海外籍というところもちょっと注目点には、なってくるかもしれませんね。で、次こちら。まあ、若干それに関連するのかもしれませんが、柴戸海も僕は気には、なります。まあ、下の方にね、過去の数字出しておりますが、今年は過去と比べて本当少ない、まあ、これまでのね、シーズン、一番少ない出場回数になっている柴戸には、なってきます。まあ、この選手も出ればやっぱりこう、クローザー的な意味合いでね、こう試合を締めてはくれるんですけども、ただね、彼はもっとスタメンで出られるんじゃなかろうか。まあ、浦津岩尾選手、伊藤敦樹がいるんで、このボランチのところの壁は高いんですけども、ただこの柴戸選手も、多分浦レッズの中で本当数少ない1回もこう裏を出ていない選手にはなってくるんじゃないかろうか。要はプロ入り後ですね、プロ入り後1回もこう裏レッズを、出ていない選手ってだいぶ少なくて、まあ、関根にしても荻原にしても一旦レンタルで他のクラブを経験をしている荻原選手になってきますし、で関根選手は海外も経験しておりますので、一旦こう裏レッズのユニフォームを脱いではいる。で今着てるわけなんですけどね、ただこう柴戸海みたいに本当最初からねプロ入り後ずっと裏のユニフォーム毎年、ね、着てる選手って、まあ、実はそんなにいないんですね。まあ、大久保選手もそうですけども、ただ柴戸選手みたいなこうね、もう6年目か、6年いる中でっていうところにはなってきますんで、残ってほしい、本当ね残ってほしいんだけれども、しかし、まあ、それもやっぱり伊藤敦樹の去就次第かな。伊藤敦樹が残るのであれば柴戸海は本当はね他のクラブでもっと伸、び伸びとやった方がいいのかもしれませんし、それぐらいやっぱ素晴らしい選手にはなってきますんで、ちょっと去就は気にはなりますけどもね。で次こちら、まあ、松木玖生は、まあ、当然ここには名前が出てくるし、まあ、出てきすぎてなんかもう入れるのもなんかなって、なんかもう別に入れなくてもいいのかなって感じがしたんですけども、まあ、入れないなら入れないで、ね、なんで松木がいないんで怒られそうなんで、まあ、入れてはいるんですけどもね、まあ、松木玖生ですね、まあ、今年は、ね、世代別代表の活動もあったんで17試合16先発にはなっておりますが、もう J リーグでやることはないんじゃないかとか、それがやっぱ印象的なプレーもついておりますし、まあ、1ゴール3アシストしっかり、まあ、この若さでこんだけ結果残してますんで、まあ、いつ海外に行ってもおかしくないし、まあ、やっぱもともとリオンの練習参加、青森山田高校時代はリオンでしたよね。リオンに、まあ、練習参加するぐらい海外志向が強い選手なんで、多分 SC 東京も獲得する際には、まあ、結構その海外籍には相当容認するみたいな、まあ、松木選手の海外籍を後押しするみたいな契約で獲得していると僕は思うんで、そこは分かりませんけど、ただ僕のまあ想像ですけどね、やっぱまあんだけリオの練習参加したりとか海外、まあ、もう高校卒業すぐ海外に行こうと思ってた選手なんで、まあ、相当 SC 東京獲得する際にはですけどもね、まあ、松木選手が海外籍をしやすいような契約を、ね、したんじゃなかろうかっては思うんですけども、まあ、そろそろ、ね、松木玖生も海外が見えてくるんじゃなかろうかって感じはしておりますけど、まあ、国内はないでしょうけどもね。で次こちら、新潟光選手ですね、まあ、個人的に好きな選手には、なってきます、まあ、この選手ももともとガンバ大阪の選手ですよね、光選手には、なってきます、まあ、山口時代から印象的なプレーが増えてきました。山口って1人しかいなかったんだ、まあ、意外とね、もっと山口2年ぐらいいた感じがしますが、1年しかいなかったんですね。
まあ、新潟ではダブルボランチの一角としてプレーしておりますが、ただこの選手はカバーエリアですね、カバーエリアが広くてやっぱディフェンスも上手い選手にはなってきますんで、割とこう 4-3-3 やってるチームのアンカーとか、ハマりそうな感じもしますもんね。でやっぱ僕の中でこう守備的なイメージがコー選手は強かったんですけども、ただやっぱ最近ねこうパスセンスもやっぱり伸びておりますんで、まあ、万能型の、ね、本当僕は今までこうね本当ディフェンシブな選手のイメージだったんですけれども、やっぱ昨年ぐらいからですかね、 J2 時代から本当ねオフェンシブなところも伸びてきておりますんで、どこ行っても活躍できそうな選手かな。それこそね、まあガンバ大阪、フルスのガンバ大阪、なかなかインサイドハーフもアンカーじゃないですけどね、アンカーはネタラビーがいて山本幸選手がいますが、ただインサイドハーフのところにコー選手の獲得っていうのは十分これは考えられるんじゃなかろうか。まあ、本当ねポゼッション型のチームでやってますんでね、まあ本当ね新潟ポゼッション型のチームなんで、まあそれこそガンバに行ってもね、まあ若干違うかもしれませんけどね、まあ若干違うかもしれませんが、同じポゼッション型のガンバに戻ってもある程度やることができるんじゃなかろうかという選手にはなってきますよね。で次こちら、内田選手ですね、名古屋グランパス、まあボランチというかね、ウィングバックというかっていうところにはなってきますが、やっぱ最近メインはボランチにはなっておりますんでね、もう怪我する前の米本選手からポジションを奪ってた選手にはなってきますんで、まあ内田選手、まあボランチ、ウィングバックの選手ですね。まあ名古屋ですけども、FC 東京の選手ですよね。もともと FC 東京からレンタルで来てる選手にはなってきますんで、まあそれこそユンカ選手と同じでね、去就が気になる、まあレンタル選手の一人です。まあ、グランパスのサポーターも相当この内田選手の評価高いですし、まあ、確かにこう守備的なところをやらせても上手いですし、ただやっぱ推進力もあります。もともとやっぱウィングバックの選手にはなってきますんで、まあ、ウィングバックとかサイドができる選手にはなりますんで、やっぱ推進力もあります。まあ、中盤からこう持ち上がることもできるんで、まあ、内田選手、本当万能型、この選手バランスがいいですよね。最近こう、ね、どこのポジションで使っても、ね、うまくやることができる選手、ポリバルネット性がある選手が増えてきた感じもしますが、まあ、この選手もちょっと、ね、去就が気になる選手の一人じゃなかろうかというのもありますけどもね。で次こちら、川崎選手ですね。京都さんが、まあ、日本代表にも呼ばれた川崎選手にはなってきますけども、今年も23試合22先発というところで、まあ、昨年まではやっぱディフェンシブなイメージ、まあ、カバーリング、それこそコー選手と同じで、まあ、カバーリングとかボールを奪うところが特徴の選手であったんですけど、今年は、ね、インサイドハーフでのプレーもそういうことで増えていますんで、やっぱもう一個、ね、攻撃的なところも伸びつつある川崎選手なんで、まあ、ちょっとこの選手も海外か、ね、国内か、まあ、分かりませんけども、去就は気になります。まあ、京都のキャプテンにはなってきますけどもね。で次こちら、セレッソ鈴木徳馬選手ですね。まあ、今年はやっぱ怪我もあったんですよね。確かこの選手怪我もあった選手にはなってきますが、木田選手が伸びてますよね。もうセレッソは最近香川選手、木田選手のダブルボランチが定番にはなっていて、まあ、木田選手が本当香川選手の横でプレーして伸び伸びとやっていて、本当ねフィード能力も上がってまして、木田選手は相当伸びているセレッソのボランチ事情にはなってきますんで、まあ、鈴木徳馬選手もどこに行ってもねやれる選手にはなってきますが、ちょっと出場機会を求めて、出番を求めて他のクラブに行く可能性もゼロではない、まあ、本当どこでもやれる選手かなとは、思うんですけどもね、ちょっと注目、本当ね上手い選手で、ただ木田選手はやっぱ上回ってる感じもしますんで、まあこのボランチ争いのところ、ただまあセレッソもね、それこそネルソン選手とか、まあ、若手ボランチとか何かいますよね、ボランチ候補何人かいますんで、まあ、セレッソもいい若手選手がいますんで、そことの争いにも今後はなってきそうなんで、確実なこう出番求めてみたいなところはちょっとあるかもしれませんね。で次こちら、で次大井原選手ですね。なかなかやっぱ昨年ヴィッセル神戸移籍後は、ね、出番が限られていて、この間先発で出てましたね。これアンカーで先発で大井原選手出ておりましたが、しかし、まあ、まだまだ出番としては少ない、まあ、前半戦よりも後半戦、8月以降は、ね、こうじわりじわりと出番は増えてきていますんで、まあ、吉田監督がそこをどう考えるかにはなってきますが、まあ、ただ、ね、ボランチ、ヴィッセル神戸、まあ、なかなか斎、ね、まあ、藤光希選手は怪我でいないとはいえ、ね、どうなのか、この辺、まあ、補強があるか、大井原選手で今後行くかどうかとか、まあ、外国人選手も取ってますんで、このインサイドハーフ含めたボランチというところは注目点にはなってきますが、ただ、ね、古巣の横浜 F マリノスも結構ボランチのところ苦しんでいるんですよね。ということを考えると、まあ、古巣復帰っていうのも可能性としてゼロではないのかもしれませんし、まあ、さっきも言った通り徐々にこう出番は増えてきていますんで、その辺で、ね、来季吉田監督がどう考えるかにも寄っていきそうですけどもね。で次こちら、
前選手、まあ、福岡の前選手には、なってきます、まあ、長谷部チルドレンという選手にはなってきますんで、まあ、長谷部監督がいる間は離れないんじゃないかという感じもしますが、しかし、まあ、この選手も本当万能型、まあ、ボランチとしてね守備能力もあるし高い位置でボール箱ともできます。本当カウンターの起点になることができる選手にはなってきますんで、まあ、オファーはあるんじゃなかろうかという選手で、ただ本人がやっぱ長谷部監督は水戸時代から一緒にやってる選手にはなってきますんで、まあ、本当長谷部チルドレンのヒット格という感じもしますけども、この前選手、まあ、オファーはあるでしょうし、まあ、この選手もね、まあ、どこ行っても活躍できるんじゃないかという選手ですよね。まあ、ちょっと注目選手にはなってきますね。で次こちら入口選手ですね。同じ福岡のボランチにはなってきますが、まあ、やっぱセルティックに戻るんじゃないかという話もちょろちょろ出てきております。まあ、レンタルで来ていますんで、セルティックに、まあ、1月に帰るんじゃないかという話と、まあ、完全移籍で取れたらいいなという、ね、あれがあるんですが、しかし今お高い選手にはなってきますが、ただ今福岡本当に入口選手の活躍ってのが目覚ましいというところで、今の順位の間違いなく入口選手のおかげっていうのは本当相当あると思いますんで、まあ、全力で残してほしい選手でありますよね。でこちらで最後、河原選手ですね。まあ、河原選手は もちろん出てくるというところでしょう。まあ、熊本時代からってかもうずっとねこの選手はフルタイム出場を、続けているんですよね。もうずっとずっとフルタイム出場を続けていて、まあ、熊本時代からそれがずっと続いている。今年もね1回もこう交代することなくて警告も1しかないんですよね。あんだけこうボール奪うのが上手い選手にはなってきますが、まあ、警告が1回しかないと、今年もフルタイム出場が続くんじゃなかろうかという選手にはなってきます。まあ、ボール奪うのもうまいし、まあ、セットプレーのキッカーとしてもやれるし、パスセンスもあるというところ、まあ、昨年のやっぱアシスト王ですもんね、 J2 のねっていう選手なんで、まあ、人気銘柄にはなりそうですけど、まあ、この辺もですけどもね、ちょっと他のクラブから間違いなく、狙われるんじゃなかろうかという選手にはなってきますけどもね。はい、ということで以上になりますね。以上プラプンテージサッカーチャンネルのつつんでしょうか。チャンネル登録します。その